折しませんし、手を少し横にしてもらって、軽く頑張らない程度に微笑むぐらいでいいです、はいはい、じゃあちょっと行ってみますね、はい、はい、じゃあ撮っていきます。もう一枚徳永さんの表でも硬いです。あ、両方もう硬いです。あ、笑顔、もう笑顔です。そうです、歯を見せてもらって。あ、いいですね。私はもうすぐ言って、はいはいはい、笑顔も上手いじゃない。大丈夫大丈夫。そうです、そうです。ちょっと厚みるような感じします。あ、そういうことですよ。もう一枚。森内、内装の印象どう？どうやろう。めっちゃおしゃれです、多分。おしゃれ。その茶色いとこ？茶色い。なんていうんですか、これ。コルク。コルク、コルク。そうそうそう。おしゃれですね。初めて見たっす。なんか結構空港とかにも置いてあるじゃないですか。あ、そうだね。この車は。どうやって開くんやろみたいな、みんな言ってて。なるほどね。ドア。あ、ドアが？あ、じゃあ興味は示してたんだ。みんな見てました。てか、本当？松田乗りたいってなってましたけど。うん。そうそうそう。どうやって開くんやろみたいな。やっと開けた、開けれたわけね。やっと分かりました。もう一度ゆっくりね。はい。え、もう行っていいですか？じゃあ、行ってらっしゃい。行ってきます。怖い。乗り心地どうすか？乗り心地いいっすね。ハンドルとかその内装とかも綺麗。内装綺麗っすね。めっちゃおしゃれです。いいね。いや、運転しやすいっす。あ、ほんと。なんかアクセル踏んだ感じとか、あ、なんかなんていうんですかね、このしな、滑らかっす。ああ、そう。はい、めっちゃいい感じっす。てか、すごい奥になんかあれっすわ、何キロとか出てますわ。え、そのスピードが出てるってこと？スピードと、あとこの道路は何十キロ制限ですよみたいな。へ、それがめっちゃわかりやすいっす。なるほどね。はい、あ、めっちゃいいっす。あ、じゃあもう安全に運転できるのをアシストしてくれてると。はい、はい、最高っす。広島県内とか、まあ、山口とか岡山とかもそうだけど、はい、近場で旅行行ったりとかしたこともある？なんか旅行というか日帰りですけど、尾道とか宮島とかぐらいですかね。ああ、そうなの。尾道遠かったです。はい。あ、そうだね。あ、じゃあそれなりに広島ももう。え、もう行き尽くしましたね。行き尽くした。はい。好きな場所ある？え、やけど宮島とかやっぱ友達来た時行くと、うん、まあ、やっぱ楽しいですね。ああ、結構あそこの商店街というか。はい。お店も多いし、食べるところも多いもん。そうっすね。やっぱ観光地感があって楽しいっす。この今回の車ってデザインがなんかいつもと違う感じがするんですけど。はいはい、そうですね。だからそこのデザインのあたりってちょっと説明していただいてもいいですか？デザイン説明、はい、わかりました。さっきあの試乗する前に堀島選手が、はい、このコルクのところとかすごいやっぱ珍しいみたいな感じで言ってて、はい、ああ、そうですね。そこもなんかこだわりの一つだったりするんですか？そうですね、あの今回この車作られたのが、あの女性の主査っていう、あの、まあ、女性の方がこう、はいはい、案出されてるんですけれども、はい、なんであの通常とは違った、あの普段はいつも男性の方がこうメインで動いてるんですけれども、はいはい、今回あのこの MX30 に関しては女性の主査があの開発されてるので、はい、女性の意見を取り入れた車になってます。なんでこういったこのコルクを使ったあの作りにはなってますね。あ、それでちょっとこうデザインとかも、そうそうなんですよ、いつもとちょっと、はい、で、あの松田車全部そうなんですけど、アクセルも滑らか、踏んだら滑らかに進んで、ブレーキも滑らかに止まるような作りになってますんで、そのあたりも。しませんし、実際どうですか？滑らかです。音も静かなんで、確かに。なんかその、車選びの時のこだわりとか、見るところとかっていうのはあるの？嬉しい中で。僕ちょっと、個人的なんですけど、SUV 好きなんで。今人気だもんね、SUV。はい。SUV でもちょっと、僕デカすぎると、ちょっと怖いんで。これぐらい、ちょっとほんまに助かります。ああ、そうなんだ。はい。じゃあちょうどこう、コンパクト SUV というか、あ、デカすぎない SUV みたいなのが、今は、結構、好きっすね。
あ、ガミくんや。あー気づかんだ。ガミくんとすれ違いました今。遅っ。気づいた向こう。いや気づかんだっす。さすがにマツダ乗ってるんで。さすがにね。はい。あ、そうか。運転は問題なくできます。いやめっちゃやりやすいですね。全然ビビってたんですけど全然良かったっす。あ、やっぱ出るんだ。画質は綺麗です。やっぱむずいな人の車は。カメラの感じとか全然違いますからね。こんな感じでいいですよ。もうちょいこっちか。はい大丈夫です。お疲れ様でした。一言感想をお願いします。結構乗る前はビビってたんですけどめっちゃ乗りやすくて、うん、これは事故しやんなと思いました。いい車でした。いい車でした。もう普通に吉田とか通いたいぐらいです。ありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。また、はい、また来ます。ありがとうございます。Thank you.